進を始めたのは皇宮警察音楽隊です。特別警備隊は昨年発足50年を迎えました。議場招待は皇居正門や各種皇室領域における議場勤務を担当しています。次は坂下護衛所部隊です。本年1月2日に宮殿東庭で行われた恒例の新年一般参賀には平成になって最も多い約15万5000人の参加者が訪れました。皇宮警察は全国で唯一消防活動を行う警防車を配備しています。白バイは天皇皇后両陛下や皇太子同妃両殿下の地方両国民においてお召し自動車の直近で護衛を担当しています。側車と呼ばれるサイドカーは皇室の儀式や国賓の皇居三大使の護衛などを担当しています。重要な儀式を支える業務が評価され第29回 GT 総裁賞を受賞しました。